東京マーケットワイドゲストを迎えいたしました。本日東証マザーズへ新規上場、証券コードが7079、 WDB ココ株式会社代表取締役社長谷口春彦さんです。上場おめでとうございます。ありがとうございます。株価の方はまだ買い気合いで、値段が現時点でまだついてないんですけども、まあ、人気の高い会社さんということですけども、改めて会社の概要からお話し頂戴できますか。わかりました。当社は1984年に設立しました、あの CRO 事業でございます。はい、CRO というのは製薬会社向けにさまざまないろんな業務委託として引き受けてサービスをしている会社でございます。その中でも我々はこの安全性情報管理といいまして、この領域に特化して、それに合った業務スタイルを独自で構築してございます。はい、独自の業務最適化手法を徹底しているというところ、今お話にありましたその CRO 業務ってどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。はい、製薬企業の医薬品の開発というのは非常に長い期間でございます。5年から10年トータルすると、長い期間があるわけでございますけども、はい、その間に発生するさまざまな業務というのを我々のような、外部機関に業務委託という形で出すわけでございます。はい、主に CRO の業務というのはこの有機的臨床試験の期間のみにサービスをする有機的な業務というものが、多いんですけども、はい、我々はあの期間を限定しない製薬業界の各部門で定期的に発生する、はい、定常的に発生するこの無機的業務に特化して、作業を行っております。中でもこの安全性情報管理業務というものに、はい、主軸を置いてございます。これまあこの図を見ていると、まあ、治験のところ、まあ、フェーズ3とかいろいろ言いますけども、その段階を経てこれ、薬投与後段階ってもやっぱこれ入ってくるってことですか。はい、安全性情報管理というのは、治験はもとより、お薬をが市販された後も、はい、お薬をあの患者さんが飲んでいく限りは発生する、これは製薬企業が、規制当局から、追っておる義務の一つでございますので、ずっとお薬を販売している限りは、発生する業務でございます。やっぱりその体に関わることですが、やっぱ安全性というのは非常に重要だ、そこを御社は担っているとさようでございます。ということですよね。この有機的なところ、モニタリングとかデータマネジメントというのがありますけれども、そこから進んでメディカルライティング業務となっていますが、これもやっぱり必要な業務。もちろんです。これも非常に重要な業務でございまして、はい、CRO 業務というのはやはりこの有機的な臨床試験の期間、その最中にサービスを提供するというのが、CRO 市場の大半なんですけれども、はい、当社というのはそのより非常にニッチな、無機的業務、これに特化して事業を行っているというのは当社の立ち位置です。はい、なるほど。こういう意味では非常に重要なポジションということですね。先ほどちょっとお話ありましたけれども、安全情報管理業務、これは規制当局に対して製薬会社が追っている報告業務の一つということですね。はい、これはあのお薬を、我々飲みますとさまざまなあの副作用というのが発生いたします。はい、製薬企業というのはそれをいろんなあの手段を用いて情報収集してですね、ルールに応じてそれを、規制当局に報告する義務がございます。はい、この、 あの入手製薬企業が入手してから報告するまでの、このプロセスというのを当社が業務委託として引き受けて行っております。我々はここに対してあの決まった業務を引き受けるということだけではなくて、はい、このプロセスというのをきちんと、見分けをかけていって、製薬企業 の、 この生産性の向上や、はい、あるいはこの業務自体の品質の向上というものになってございます。なるほど。ここがないと製薬会社さんも販売に不安があってはいけないし、はい、患者さんもお薬飲むのに不安があってはいけないし、はい、ということでそこの外部委託ということで CRO 業務として受託されている、こういう仕組みになっているわけですね。はい、でそのこれを前提として御社の事業の内容というのはどういう感じでしょうか。はい、今ご説明しましたあの安全性情報管理サービスというのが、全体の、77% を占めてございます。はい、その他のサービスで 22% ございますけれども、これも先ほど申しました無機的な業務でございます。臨床試験の、期間にかかわらず、定常的に製薬会社の各部門で発生する業務というのを当社が担ってございます。はい、ここに着目して事業を行っているというのが我々の CRO としての特徴でございます。まあ、7割8割近くが安全性情報管理サービスです。3割弱のところがドキュメントサポート、開発サポート、臨床開発支援といったところになっている。はい、これが現状の御社の、はい、内容ということですね。はい、業績面はいかがでしょうか。こちら見ていただきますとあの過去5年で見ますと平均 20% の売上の成長率、はい、経常利益につきましては 30% の平均の成長率でございます。経常利益につきましては毎年 20% の水準を過去維持しているというような状況でございます。
まあ、いずれにしても年平均成長率、売上高でいくと 20% 超、はい、それから経常利益、利益率と、経常利益でいくと 30% の年平均成長率、すごいですね。はい、いい頑張ってこられた、はい、今後も引き続き同じような成長水準を目指して取り組んでいきたいと思います。はい、一方でこの CRO のマーケット自体はどういう展開されているんでしょうか。はい、市場全体は過去5年平均で 8% の平均成長率でございます。はい、一方当社が主軸を置いてございます安全性情報管理サービスというものにつきましては、過去5年平均 20% 伸びておりまして、直近の2018年度で市場全体の 10% に達しております。はい、これを見ていただきますと市場全体今1800億あるわけでございますけれども、はい、これの成長率よりも高い比率で過去5年は伸びてきてございます。なるほど、大変申し訳ありません。素朴な疑問ですけども、最近そのジェネリック薬品っていうのを伸ばそうという動きがあるじゃないですか。はい、これの影響ってやっぱりあると見ていいんですか。私どもの安全性情報管理サービスにつきましては、ジェネリックメーカーさんも含めまして、はい、全ての製薬企業様に対してのサービスでございますので、そこに対しては、特に変化はございません。なるほど。そして、安全性情報管理業務、こちらの顧客ニーズという部分と御社の関係ですね。はい、お客様というのは、例えば臨床試験の期間のみ の外部委託というのを当社に依頼しているわけではございません。はい、お客様というのは、まずコストを、下げていきたい、それも定常的に毎年毎年、下げてもらいたい、あるいは、間違いがあってはならない業務でございますので、はい、きちんきちんと品質の継続的な維持、そして安全性の業務というのは増えてまいりますので、これらに関してきちんと、再現性高く安定的に発揮していただきたい、このようなニーズがあるわけでございます。これを当社は、独自の業務最適化手法と書きましたけれども、これらを構築し、顧客ニーズに対して、的確にかつ安定的に、応えてございます。まあ、これはお客様のニーズってこれ代表的な部分だと思います。さまざまなものがあると思うんですね。はい、でその中で代表的なのが品質、それからコストダウン、業務量増加への対応ということですが、はい、やっぱりその他含めて諸々のことに御社は独自の業務最適化手法を用いて対応すると、つまりお客さんのニーズに応えるような最適化手法が御社の強みであり特徴であると考えていいでしょうか。はい、その業務最適化手法の徹底というのが次のところに出てくるんですが、こちらは当社が主にその中の仕組みとして重要視しているものでございます。はい、これは人への依存を過度に高めてしまいますと、そのものの、が衣類内によって品質というのが大きく変化するわけでございますけれども、俗人化ではなくということですね。はい、当社は一連のプロセスというのをきちんと業務を分解し標準化し、そして、昨今はそれを自動化の技術を取り入れるところにつきましては積極的に取り入れ、品質と生産性というのをこのプロセスをもって実現するということを目指してございます。はい、また人の配置につきましても、適時機動的に、ということを徹底し、生産性を発揮する、はい、これらを浸透しようとしますと、これらの戦略や、会社の理念、このような浸透性というのは非常に重要なポイントでございますので、はい、当社はこのあたり、今300名の社員ございますけれども、このあたりの浸透を日々高めてですね、業務レベルまで、できるようなことを仕組みとして実施をしてございます。なるほど。今のページのところでありますけれども、やっぱり分業化する、自動化するっていうところから始まってきているということですね。はい、からその意味ではやっぱり先ほどキーワードありました最適化、これを品質と生産性で実現してきている、ということ、あと人材の配置ってやっぱり場所とか時間によってここたくさん人いるとかここは薄くても大丈夫、こういうのあるわけですよね。もちろんでございます。例えば前工程の作業が遅れたことによって多少その手持ち時間が発生したりですね、こういったようなものが多々ございますので、こんなものの精緻化を行ったり、まだまだですけども、今後またこれらを強化していきたいと考えております。その意味ではそこのところも適正に最適化していると、はい、いうことですし、やっぱり人そのものってやっぱりその自動化されてもやっぱり人間重要ですから、その意味では人材採用ノウハウっていうのはやっぱりこれまで高めてこられた部分があると考えているわけでしょうか。はいはい、でその上で高品質と低価格の両立を継続的に実現すると、素晴らしいことですね。はい、お客様というのはまず品質というのはありきでございます。はい、業務委託でサービスを依頼する以上品質というのは大前提、できて当たり前でございます。でコストというものも決して高止まりせずですね、生産性をきちんきちんと、お取引期間中高めていって、今年よりも来年さらには先という形で、継続的に業務改善して生産性を高めていく、この両立というのが我々のサービスの目指すところでございます。はい、さてそういう中で中期展望、成長の方向性どういうふうに考えてよろしいでしょうか。
今ご説明しました業務文化標準化のノウハウと、そして人材採用、人材配置のノウハウ、これらをもっとデジタル化して、情報をリアルタイムに収集し、適正なプロセス改善、また人材配置というのこの制度をまだまだ高めていく余地はございます。これを今取り組んでございます。今これらをデジタル化するシステムを社内で構築中でございまして、これができた暁にはさらに今の業務の生産性を高めできるんじゃないかなと考えてございます。これはやっぱりその業務を標準化してそこから人材配置を適切にしておけば、マーケットそのものは先ほど拝見したように拡大しているということで、業務量もやっぱりもっとキャパシティが増えていくということですよね。デジタル化することによる最適化っていうのはこれからまだまだ進むと考えると、ここの例えばその待機コストの機械損失の最小化とか、これはやっぱり減っていくというふうに考えてよろしいですね。もちろんでございます。まだまだ生産性の高い業務、また低い業務、そのようなばらつきもゼロではございません。またこのメンバー間のパフォーマンスの差というのもございます。こんなものをきちんとデジタル化してリアルタイムに日々捉え、この改善のプロセスというのを、速度は高めていきたい、このように考えてございます。そういう意味ではますます強靭なパワーを持ち始めるでしょうということですね。これを頑張るとですね、まだまだです。さて、そういう中で、成長シナリオ、イメージ的にはどんな感じで考えたらよろしいでしょうか。今我々はこの安全性情報管理業務というものに主軸を置きまして、売上の 70% を占めてございます。ここをさらに強化しながら、製薬企業様に対してサービスを行うと同時に、我々のこの強みやノウハウをですね、もっと他の部門への他の、業務にも展開していって、製薬企業様のこの生産性の業務生産性向上に貢献していきたい、そのように考えてございます。ということは、先ほどもありましたデジタル化とか、あるいは最適化とかいう側面を含めながら、ますますいろんな分野を成長させていって、ひいては日本の国民の健康にまで影響してくると、目指して頑張りたいと思います。ですよね。で、頑張っていただくということですよね。最後に、たくさんの投資家さんご覧になっていると思いますので、社長からメッセージ頂戴できればありがたいです。本日、東証マザーズに上場しました WTB ココの谷口でございます。毎年毎年きちんと、業績を達成しまして、この市場から評価される会社を目指して取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。やっぱり今日マザーズ上場ということで、初めの一歩というふうに考えてもよろしいでしょうか。もちろんでございます。ここから明日へ向かって、歩みを始めたということで、WDB ココさんの谷口社長においていただきました。これからもご検討をお祈りしています。ありがとうございます。ありがとうございました。本日東証マザーズ新規上場、証券コード7079、 WDB ココ株式会社代表取締役社長谷口晴彦さんでした。